素晴らしい投球でした。本当見てて、よかったと思いました。リベンジを果たせましたね。でもね、球速誰も見ててくれなかったね。出てなかったです。あ、出なかったの？出てなかった。サボってたの？うん。あ、そうか、測れなかった。測れなかったのかもしれない。まあでも、まあ、行ってたんじゃない、たまに。いや、いいとこ行ってたんじゃないですか。いいとこ行ったんじゃないの。高島さん、いかがですか？いや俺、行ったと思ったんですけど、今、ちゃんとバッターボックスちゃんと立ってたもんな。立ちました、端っこに行ってましたもんな。なんか、やっぱり見られてると、こんな離れて立ったんじゃない。ビビりだろ、こいつ。かっこいいよな。そうです、だから、ちゃんと立って、俺、あ、小沢さんごめん、打っちゃうって思ったら、カーンと、もう、本当当てる気満々でしたよね。ありますよ。なんか、いいフォームでした。そうそう、ちゃんとしたスイングしてるなと思った。たくさんのお客さんが多分興奮してたと思いますけど、いかがですか？たった1球で。たった1球。いや、だって小沢さんピッチャーってなかなか見られないですからね。いや、あのベンチからすごかったですよ、ヤクルトベンチ。なんか、小沢さんとか、なんか、小沢とか、なんかもう盛り上がって。ふざくろが審判に来るのかと思ったら。なんかボールって言ったら、お前ちょっと怖いって言う。一生の記念になりましたね。なったね。なかなかできないですからね。そうだよね。始球式っていうのあるじゃないですか。バッター立って。そう、バッター立てるんだ。俺だってまだ、それ始球式投げ、マウンドしかないじゃん。バッターボックスは立ったことない。でもバッターボックスでプロが投げてきたら嫌だけどな。いや、そうですよ。恐ろしいですよ。嫌だぞ。軽く投げてもすごいでしょうね、プロ。いやいや、全然だ、全然。話になる。大ヒット公開記念で。本当ですよね。映画は空振りしないようにお願いします。映画はやっぱちゃんとね。映画はもう大満塁ホームランになって、やっぱりプーをね、作りたいですよね。でもそもそも今日のイベントさ、あんだけ若いやつが出てるのに、なんでおっさん二人で頑張ってるの？そうなんですよ。あいつ偉そうにお前、VTR なんか大悟やろ。神様の位置から見下ろしてきたね。そう、先輩お願いします。なんであの上から目線。次やったら千本ノックで。